はい、本日はね、新潟市古町にある白寿さんにやってまいりました。こちらのお店ね、もうなんと、できてから50年近く経っている、もう老舗中の老舗です。はい、メニューはこちら、ラーメンとうま煮そばの2種類。値段もね、当時から据え置き500円。このね、あんのうま煮、ひき肉、もやし、白菜、玉ねぎ、溶き卵がねメインになってるんですけど、この細麺のね縮れ麺にすごく合うんですよ。結構ね、味も濃いかなーなんて思うんですけど、意外と食べてみるとあっさり。このあんの中にはね、ニンニクや生姜も入ってたりして、まあこれがやっぱり旨味の秘訣だったりするんじゃないですかね。まあ本当老舗ながらの本当味で、ぜひとも皆さん行ってみてください。白寿さん、マストですよ。